内容的にはみんなにやってほしいんだけど、驚くと思います。いきなりって感じで最初の数メーターでノックアウトされちゃう人結構いるんじゃないかなと思う。そのぐらい厳しさのある課題でしたね。はい、頑張っ。オンサイトトライだったんですよ、あの時って。だからもう警戒感ビシビシ走ってて、自分の体中に。すごすぎ。まだまだ頑張る。ナイスナイス。これは怖いけど、怖いよ、この辺のホールドは全部やばいよね。やばいっす、結構。マジかよ、大丈夫そうっすよ。
しょ、怖い怖いよこれマジ、ちょっと怖すぎるね。ああちょっと俺無理、ああ無理。前々日にアップで最初の1本目でこんなでかいこう岩が動いて落ちちゃったのね。でそれが頭にあって、なんか小豆島って岩大丈夫かなみたいな、こうだからもうあの時は緊張感がめっちゃ走ってたんだよね。僕膝何年か前にやっちゃっててでアウトサイドエッジで左足乗ってて、右足ちょっとこうこれでこう強引に持っていかなきゃいけなかったのかな。でちょっと膝大丈夫かなっていうのと、で変な体勢で落ちたら嫌だなと思って相当2本指のポッケ取りに行ったのは思い切れなかった。悪いなんじゃ。でもなんかもう勝手が分かってるんだよね。あもうホールドもそんなかけないだろうとか、どういうふうに登っていけばいいのか分かるから、あとはそこにこうフォーカスしてその瞬間をこうガッとこう侍じゃないけど切り裂くみたいな感じで。かけとく。
すがだなという感じでしたね。平山さんもインタビューで株でもこうやられちゃう人も多いんじゃないかなってインタビューの中で話してるんだけど、なんか米粒みたいな価値を握ってそこからガストンにバンってデッドするところがあって、カモナイス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 、ほとんどの人がそこでまずフォールする、まずオンサイトでそれがホールドだっていうふうには思わないわけですよ。やればわかるけど、あれをオンサイトで発見してここを持つんだなっていうこう覚悟を決めるっていうのはやっぱさすがだなという。いろいろ小豆島のことを調べてたら、昔この瀬戸内海で、村上水軍っていう、まあ海賊ですかね、がこう結構この辺りを牛耳ってたっていう話で、あそこの壁って、まあ、その横の箱舟っていう風に名付けた壁があるんですけど、まあ、それもこう海に向かってなんか出航していくような船を僕は思って、まあ、箱舟って名前つけたんですけど、そのすぐ横のこう箱舟の側面を登っていくような感じで横隔状になった壁があるんですけど、まあそれがこう船の先端の部分を思わせる形状なんですよね。なんかそういうこうアイディアの中で村上水軍の小説で海の侍ってのがあって、それがぴったりくるかなっていうところで名付けましたね。はい、オンサイトの時って正解をこう当てに行かなきゃいけない、その辺の勘が平山さんの場合はすごく鋭いし、これだって決めたらもう本当に全力で突っ込んでいくんで、そこのなんかこうメリハリと勘の鋭さってところがまずば抜けてるなっていう印象ですかね。はい。